ワイルドバンチは、1969年制作のアメリカ合衆国の映画、サム・ペキン・パー監督による、西部劇。時代の波に取り残された武法者たちの滅びの美学を描いた作品であり、西部劇に引導を渡した、最後の西部劇と呼ばれている。ペキンパーの最高傑作として高く評価されている。定義にもよるが、アメリカニューシネマの一つとされる。 プロデューサーとの衝突でハリウッドを干されていたサム・ペキンパーが4年ぶりに監督として参加した作品である。ウォロン・グリーンとロイ・エヌ・シックナーが考案した原案をグリーンとペキンパーが映画の脚本に仕立て上げた。ペキンパーは本作品でスローモーション撮影と当時のカラー映画最多の3600カットを駆使しアクション映画における暴力描写に新境地を切り開いた。 特に6台のマルチカメラを用いて11日間、ぶっ通しで撮影されたというラストの壮絶な大重撃戦はデスバレー、ボリスティック・バルティックスなどと呼ばれ、後続の映画制作者たちに多大な影響を及ぼした。第42回アカデミー賞で作曲賞と脚本賞にノミネートされたが受賞には至らなかった。1998年に、 アメリカ映画協会が選んだ映画ベスト100中、第80位、2007年に更新されたリストでは、ベスト100中、第79位にランクインした。1999年には、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。1913年、テキサス州国境の町産ラファエル。パイクビショップ率いる強盗団のワイルドバンチは、 騎兵隊を装い鉄道事務所の銀貨強奪を図る。しかし、牢獄からの釈放を条件に、鉄道会社に雇われたかつての旧友リーク・ソーントンに、指揮された、賞金稼ぎたちに待ち伏せされ、銀貨強奪には失敗し、パイクたちは、メキシコへ逃走する。賞金稼ぎたちとの銃撃戦で生き残ったのは、パイクの他にダッチ・エングストローム、ライルとテクターのコーチ兄弟。 エンジェルの4人だけだった。仲間のサイクスと合流したパイクたちは国境を越えてエンジェルの故郷の村にたどり着くが村が政府軍のマパッチ将軍に脅かされていることを知る。さらにエンジェルは恋人テレサがマパッチに連れて行かれたことを知って嘆く。ソーントンと賞金稼ぎたちの必要な追跡を受けて逃げる場所のなくなったパイクたち一団は マパッチ将軍のメキシコ政府軍が本拠地とするアグアベルデに逃げ込む。そこでエンジェルはテレサがマパッチの膝の上に乗っているのを見て逆上し彼女を射殺してしまう。エンジェルは暗殺を企てたとして政府軍に捕らえられるがマパッチを狙ったのではないとわかりすぐに釈放される。エンジェルを引き取ったパイクは1万ドルの報酬でアメリカの軍用列車から武器を奪うよう マパッチから依頼される。列車強盗を成功させ、約束通り武器を政府軍に引き渡そうとするパイクたち。マパッチ将軍の裏切りを予測していたパイクは、武器を小分けにすることで、身の安全を図る。マパッチはしぶしぶ報酬を支払ったが、ダッチとエンジェルが交渉に向かった時に問題が起きる。マパッチを憎むエンジェルが、武器の一部を反政府ゲリラに渡したことが、 政府軍に漏れていたのだ。それを知ったマパッチはエンジェルを捕まえ残酷な臨時を始める。仲間を見捨てることができなかったパイクはエンジェルを助けるために4人で200人を超すメキシコ政府軍の砦に乗り込みエンジェルを解放するように要求する。マパッチはエンジェルを解放すると見せかけてパイクたちの目の前で殺害し、それを見たパイクはマパッチを射殺する。 メキシコ政府軍はあっけに取られ呆然とするが、マパッチの相談役である、ドイツ軍のモール参謀が拳銃を取り出そうとしたのを、きっかけに銃撃戦が始まる。パイクたちは全員射殺されるが、同様にメキシコ政府軍を壊滅させた。取り出に到着した、賞金稼ぎたちはパイクたちの死体と、メキシコ政府軍の死体から戦利品を手に入れるが、ソーントーンは、パイクの死にショックを受ける。 賞金稼ぎたちと別れたソーントンは、砦の縄文で座り込んでいたが、そこに、パイクたちと別れていたサイクスが、メキシコ革命派のメンバーと共に現れる。サイクスはソーントンを仲間に誘い、ソーントンは誘いを受け入れて、彼らと共に、荒野へ去っていく。カッコ内は日本語吹き替え他に俳優としての、赤いバラソースの伝説の監督で知られる、アルフォンソ・アラウが、 マパッチ将軍の側近役で出演している。ありがとうございます。